12月14日水曜日の全国のお天気をお伝えします。強い寒気を伴った冬型の気圧配置となるため、日本海側を中心に雨や雪の降るところが多くなります。北陸も最初は雨ですが、次第に寒気の南下に伴って雪へと変化します。積雪の増加に注意をしてください。また北日本は風も強く吹くため、吹雪による視界不良に注意が必要です。関東より西の太平洋側は日差しが届くところが多くなります。ただ今日は全国的に風が強く、体感温度が下がりそうです。暖かい服装でお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。ぜひご利用ください。